こんにちは、デント2025戦です。今回はバスコレ第18弾のバスコレクション第18弾の京王バスを色塗り替えを塗り替え改造バスコレを紹介します。今回はこちらです。イバコーバスの日のレインボーノンステップバス、こちら第18弾の京王バスから塗り替えたものです。まあ、以前はこの前面だけだったので、今回はこのカラーリングでサイン、あんまりちょっと汚くなっちゃったけど、ちょっと失敗しちゃったところもあるけど、こんな感じで先ほど完成し、まあ全国バスコレクションのイスラエルがドッグランといえば、こんな感じですね。こちらはバスコレ第18弾のと、バスコレクション第18弾のと、京王バスのと色塗り替えたものです。日のレインボーは実写的にも京王バスからの乗車者もいますので、イバコーバスからイバコーバスへ乗渡車両も現実に いるという状況で、まあ日のレインボーは勝田や水戸でもよく見かけるバス、まあちょっと製品のと比べばもうちょっと色が近いっていう感じ、まあ個人的にはちょっと失敗しちゃったけど、まあうまくいったっていう感じですね。こちらガールズバンザーのバスで、こちら関鉄バスと JR バスで、今回はこれをリメイクして、やっぱり納得、ちょっと汚い、自信はなかったけど、納得いくような塗装ができたので、やっぱり満足です。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。やっぱり茨城のバスは一番大好きです。次の動画でお会いしましょう。